それでは続いて男子の北九州代表九州産業高校と南関東代表の藤沢商業高校の試合をご覧いただきます。まずプロフィールをご紹介します。学問の神様菅原道真公を祀った太宰府天満宮から車で10分、福岡県筑紫野市にある九州産業高校は普通科と工業科のある私立高校で、優秀な産業人、そして最近では多くの大学進学者を送り出しています。クラブ活動も盛んですが、美術部は天満宮に送る絵馬を制作しています。運動部では空手部が全国大会で活躍しています。選抜初出場のバレー部も空手部に続けとばかり張り切っています。一方の藤沢商業高校は東京から電車で1時間ほどの神奈川県藤沢市北部の高台にあります。夏には300万人の海水浴客でにぎわう片瀬海岸江ノ島と、湘南地区はマリンスポーツのメッカとして全国的に知られています。この風光明媚な自然環境にある藤沢商業、昭和6年に県下初の私立商業高校として創立されました。バレー部は全国大会で過去優勝4回の実績を誇って、名門復活が期待されています。さて、この九州産業高校の山本監督、高校時代にインターハイ3回戦で藤沢商業に負けてしまったということで、今回は絶対に勝ちたいとおっしゃっていました。どうなるでしょう。現在ポイントは6対4で2ポイント藤沢商業高校がリードしています。さあ、このあたりでなんとか挽回したい九州産業高校。第1セットを失っているこの九州産業高校は後がありません。今のようなクイックがですね、九州産業出てくればまたペースが戻せると思いますね。はい、6番末次のサーブです。セッターの加藤に入りました。福島、福本です。9番の福本、この人は1年生、182センチです。藤沢商業高校は1年生が2人、9番と10番の選手、その他の4人は2年生です。一方九州産業高校の方は1年生が5人、2年生が1人という若いチームです。これはブロックが出ました。月岡のブロックです。橋口君は本来は非常に馬力のある選手なんですけどね、ちょっとトスが外へ出すぎるということですね。まだまだ従って九州産業高校は自分たちのバレーがもうかなりできてませんね。はい、もう一つですね、もうちょっとテンポ悪いですね。これはサーブ権を奪い返しました。現在ポイントは7対4。5番の橋口のサーブです。ちょっとレシーブが乱れました。2段のトスになりました。エースの月岡、左手リバウンド、藤沢商業がこの攻めですね。ちょっと乱れています。この野田のスパイクは決まっています。この攻撃が九州産業は得意な攻撃ですからね。なかなか早いトスですね。早いトスです。マーカーいっぱい持ってきますからね、はい、幅のある攻撃を増した方が、九州産業はいいわけですね。加藤に入りました。これは素晴らしいエイクキックが決まっています。189センチ、非常に手の長い選手です。ブロックの要でもあります2年生の中島隆。続けました、野田良一。この中3体はですね、藤沢商業のセンターからの速いクイックですね、これを完全にマークしてですね、サイドへ上げさせてバックでレシーブすると、こういう形が一番いいんだろうと思うんですけども、先ほどからちょっとクイックがみんな抜けてますね。あっと、これはドリブルでした。九州産業高校はくじを引いた時点で藤沢商業高校とこの1回戦で顔合わせ、ちょっと首をかしげたけども、藤沢商業を下せばいい形で上まで行けるんだからということで、この初戦にかけているわけですよね。そうですね、はい、今もまたセンターからのクイックが決まりましたけどね、あれに対する対策はちょっと九州産業足りませんね。あ、そうですか、はい、山本純一監督です。さあ、3番中島のサーブです。アンダーで上げました。4番の野田良一のスパイクは決まっています。サイドラインいっぱいに決まりました。第1セットは15対9で藤沢商業高校が取っています。この野田君ね、なかなか骨組みの大きないい選手ですよね。
もっと体全体を使ってね、今みたいに思ってやっぱり打たなきゃいけませんね。はい、取り時間差、高橋のスパイクです。190センチ75キロ、高橋のスパイク、最近非常に自信をつけて力もめきめき伸びているというその高橋のスパイク待っています。こちらは6番の末継です。センタープレーヤー1年生182センチ、福岡市の箱崎中学の出身です。サージャントジャンプも80センチとなかなかのバネを持っています。浜のスパイク、これはネットを越えておりません。オーバータイム、ポイントは7対7。第1セットと藤沢商業変わりはどこありますか。いや、ちょっと元気がないですね。そうですね、はあ、この今と下げたこの加藤君も素晴らしいセッターなんですよね、はい、ちょっとだからあのおとなしいのがなんか気になりますね。はい、2アタックに打ちました。得意の加藤の2アタックです。サウスポーアタッカー、サウスポーセッターの加藤の2アタック。この人は相模原市の緑ヶ丘中学校時代はエースアタッカーでした。したがってあの黒田監督はですね、2、はい、アタックもいいんだけども、あまりアタックに固執するとトスが今度はあの乱れてくるんだと、そうですそうです、いうことを言ってましたがね、はい、打ち切り早くてはいけませんね、はい、やはりセッターっていうのは本来はいいトスを上げてやっぱりアタッカーに出してやるというのが仕事ですからね、はい、また藤沢商業高校が1ポイント抜け出しました。8対7。しかし第1セットはちょっと形が違いまして、この第2セットは接戦の様相を呈しております。現在ポイントは8対7。サーバーサウスポーセッターの加藤です。こちら山本に入ります。ちょっと一人時間差のような形になりました。福本が打ちました。繋いでいます。早い攻撃が決まっています。この辺りのコンビを見ますとなかなかあの練習よく積まれているという感じしますね。そうですね、はいはい、あの1年生 の, チームあの選手が大変多い中でね、なかなかうまいバレーやりますね、はい、過去この九州産業高校はこの春の選抜には出場したことありません。今大会初出場でありますが、全国大会では58年の静岡のインターハイでベスト16が最高というこの九州産業高校です。今藤沢商業高校のアタック、4番の浜のスパイクです。2番の高橋のサーブ、セッターの山本に入りました。時間差の攻撃、こういった攻撃が本来九州産業高校のお手のお得意の攻撃です。あの今のクイックがですね、どちらが余計に決めるかということが勝敗を決めていくようなと思いますね。あ、なるほどね、はいはい、クイック勝負ということになりますね。お日差しがちょっとね、サーブレシーブが乱れてるんですよね、ちょっとおかしいですね、はいはい、ポイントは現在8対8。また九州産業高校は並びました。藤沢商業特にですね、サーブレシーブをするあの選手をもう限定してましてね、必ずもう2人しかもうサーブレシーブする人いないんですね。したがってコースを変えられたり、あるいはその速いスピードのあるサーブを打たれますとね、ちょっとサーブレシーブが苦しくなっちゃうんですね。藤沢商業高校は南関東大会決勝では法政二高を15対0、15対4、抜群の強さで下しております。今大会も優勝候補の中でもかなり本命クラスの藤沢商業高校、ここですね、これはミスが出ました。逆転が九州産業高校です。9対8。今のところ、九州産大の方はですね、サブレシブがきちんとやっぱりセッターに返ってますよね。6番の末継のサーブです。これは綺麗にセッターに返りました。もう一回、今度は中島のクイック。今のトスはあの高さは問題ありませんか。そうですね、ありませんね、はい、ただ九州産大の3番 の, あの船木君がね、センターブロックしてますが、ちょっとブロックに対する取り方が遅いですね。あ、そうですか、はい、さての時間差、ちょっとこれはフォローできません。時間差が決まりました。2番の田中真一です。1年生、今の攻撃見事な時間差。173センチという小柄な選手なんですが、サージャントジャンプが、垂直跳びが85ですから、なかなか見事ですね。見事ですね、はい、こちらビークイックをつなぎました。野田良一です。ストレートつなぎます。加藤塩田、この藤岡のスパイクは見事に決まっています。西沢商業の攻撃の柱、塩田のスパイク、もう
少しあのセッターへ高いサーブレシーブが返ると、本来のこの加藤君のですね、左利きのツーストライクを打ちながらクイックとか時間差に回すという本来のトスワークができるんですがね、はあはあ、ちょっとサーブレシーブがこう短いんですね。そうですか、はい、やはり藤沢商業としてはこの10番の加藤が前衛の時には、だいぶあの相手のレシーブ陣を揺さぶらなきゃいけませんもんね。そうですね、はい、ライトに回しました。田中投げます。中島投げます。加藤が打ちました。ジャストミートではありません。野田良一パンチボールです。九州産業野田が打ちます。このストライク決まっています、はい、マーカーギリギリいっぱい持ってきますからね、はい、あれが大変このセッターの山本君が得意のトスですね、セッター山本が一つの鍵を握るだろうという